こんにちは、スピリットボイス池本美代子です。今回の質問、どうしてそんなに緊張せずハキハキ話ができるのですか、でございました。緊張せずに話すことができますね。なぜでしょうか。まあ長年の慣れというのが一番大きいと思うんですが、なんで緊張しないかなんですね。で、私別にどう見られたっていいやっていうところが、もうなんかある日、それまではあ、私はどう見られているのかしらっていう方にばっかり意識がいったんですけども、今はどう見られてもいいやにちょっと転じたわけですね、ある日ね。まあこれは1,2,3 とか俯瞰とか、ボイストレーニングしなきゃっていう時に、なんかどっかで吹っ飛んだと思うんですけども。で、その昔、まだアナウンサー始めた当時は、私は見られているっていう緊張の塊でしかなかったですね。異常な緊張です。私は見られている。そして私は評価を受けるかもしれない。いい、悪いを言われるかもしれない。実際にアシスタントはどうだどうだとね、書かれたりしますんで、かもしれないと思ったら、怖くて仕方がないですよ。私はどうすればみんなから、OK、池本って言ってもらえるのか、私はどうすれば一番この場にふさわしいのか、ってずっと考えるんですよ。で、一生懸命考えて、じゃあ、あの人がああやってるから私もああした方がいいのかなとか、あの人が、あの時私のことを褒めてくれたから、あの私になれば、もう一遍なればいいのかなとか、なんかいろんなこと考えるんですね。で、誰かの真似をしようとか、あの時うまくいった私になろうとかっていう、今の私じゃない私を何とかやって、そこでこの場に合う私ですかね、フィット感ありますかね、これってやってたわけですね。ずっと私は緊張しまくりでございました。人の目が怖い、人の評価が怖いですよね。みんなそうですよね。でも私は YouTube とか動画とか配信していて、あ、面白かったですねとか、よくわかりましたって評価をもらえるようになりました。なぜかって言ったら、私気にしなくなってからかなと思います。気にしてたら、ちゃんとやろうと思うんですね。ちゃんとやろうって、ちゃんとってなんだなんだけども、ちゃんとやろうと思ったらきっと面白くないと思います。こんにちは、今日はなんとかについてお話をいたします。よろしくお願いします。面白くないので、何が重要かって言ったら、まあ、いいも悪いも、まあ、いろいろあるかもしれませんけども、個性。どうでしょうか、この響き。もう一回言います。個性。どうでしょうか、これ。個性を、自分の個性を大切にすれば、緊張というのがどんどん減っていくんじゃないかなと思います。あ、これ個性ですって感じで。何やったって私は私。私が私である限り、私は個性の塊なのだと。いう気持ちでいると、ちゃんとやらなきゃ、あの人みたいに、あの時の私みたいに、っていう、自分がどう変わらなきゃいけないっていうのがなくなる。私は私。で、そこで問題なのが、私の私は、私ってどんな人っていう。で、私は私でよくても、私はどんな人っていうのが、なりますよね。じゃあどんな私やれば私なんですかって、個性のある私はどうすれば個性がある私になるんですか、思いますよね。いや、私も昔思いましたよ。個性のある人の方が、まあ、そのタレントさんと言われる人たちもどんどん人気が出るし、私は個性がなかったので、ちゃんとやるタイプだったんで、あ、池本さんナレーション読めますねって、ナレーションの仕事は来るけども、わーって楽しいバラエティ番組に呼んでもらえることはなかったんですね。個性乏しいから。で、個性は何なんだろう？なんです。個性。個性は何かなと思った時に、分かったのが、1、また出ました。1、2、3で飛んでいった先の自分が私。そして、それが個性だったという、じゃんじゃんというお話でございます。これどうですか？自分の頭で考えないんです。私の個性って一体どうすることなのかしらって、何が個性なの、考えても絶対分かりませんので、それは人が見て、あの人はこういう人だねって言って、自分は自分でやってるだけなので分かんないんですね。その分かんない自分っていうのが 1,2,3 で飛んでい
ていいんでしょうか。ちょっとなんか今まであまりにも違いすぎて嫌な気分なんですけど、これでいいんでしょうかっていうあなたです。そうです、ここってここに意識がある時って過去のなんか影響すごく受けてるんですね。さっき言ったみたいにあの人みたいになりたいなとか、あの時の私になりたいなとかって過去の自分の経験にすごく左右されるんだけども、こっち飛んじゃうと全然これいいですかっていうなんかストンキョな声かもしれないし、なんかもうなんか心の叫びが出てくるような、頭使って喋ってないねという、そこがあなたの個性の場所です。本当に私そう思うんですね。でここで喋った時に皆さんおっしゃるのが、先生楽ですねとか、こんな楽でいいんですか、なんだかいっぱい話ができそう、ルンルルンルンって言って、でまた来たら、先生ここ今日またあの来るまで1ヶ月間すごい楽しかったのは何なんでしょうって、それは 1,2,3 の場所に行ったからだよ君とかって言ってるんですが、3の場所に行った時のなんか天真爛漫なあなたがあなたの個性です。個性は考えるものではなく、もうすでに持っているですよね。だからそれをサーンって言って飛んでいった先のところが、何も頭過去の自分にとらわれていない、とってもニュートラルでナチュラルで天然素材そのまんまのあなたが登場します。で私ある時からこれ俯瞰分かったんで、俯瞰の自分でこの辺にいたらいいんだなと分かったから、そこから本当に怖いものが何もなくなりました。まあ、あの私のことが面白いって言ってくれる人は面白いと思うだろうし、うるせえと思う人はうるせえとさようならでもいいですし、どっちでもいいですけどもね、この後ろで喋るということがあなたの個性に絶対になっていくと思います。この慣れてないうちは嫌ですけども、嫌ですここ思いますけども、慣れてくると、あの本当に今までさっき言ったみたいに楽ですねここって、なんだか話がもっと楽しくできそうな気がしますっていう場所になっていきます。そうするとドキドキ緊張やなんか自分がどうすればいいのが全くない世界になります。私のコースいっぱいあって、ベーシックがあって、アドバンスがあって、マスターってのがあって、マスターの4回目で大概人は言います、みんな言います、先生自由ですね、キラリン、そう自由ですねって言うんですよ。そうなんです、自由なんですね。そこまで行っちゃったらもう恐怖心緊張なくなると思います。ぜひ後ろの自分ってどんなのかなっていうのをどん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 、ぜひともあなたの個性あふれるあなたの未来のために体験していってみてくださいね。